皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はちょっとお知らせがあって動画を撮ってもらっております。今回私土井パフォーマンスとカメラマン来週からドイツに行ってまいります。はい、というわけで2年半ぶりぐらいかな、2019年の11月にドイツに行かせていただいて、その直後に、例の影響でいろいろ外に行けなくなって、ちょっと久しぶりのドイツなんですけれども、ちょっといろいろ取引先を回ってきたりしていきたいなと思っております。行かせていただきます。はい、前回2年半前に行ってきたところのちょっと話と、あと今回どんなところに行くかっていう話と、その辺をちょっとお話できたらなと思います。で、いかんせん前回2019年に行かせていただいたのが、僕が動画専属になってから半年ぐらいかな、なんでもう初海外、なおかつ動画もあんまりおぼつかない、今でもおぼついてないんですけど状態で行ってきたんで、もう割とこうインプットが多すぎて、あんまりちょっとこうバッチリドイツの状況をお伝えできたとはちょっと僕の中でもあんまり思ってないんですよね。なんで今回ちょっとその辺踏まえて、さすがにもう2年3年やってますから、前回よりかはかなりいいものがお届けできるんじゃないかなと思っております。今回の一応ドイツの一番の目的としてはブラバス、こちらにまた行ってまいります。前回もちょっと行って、工場の中見せてもらったりだとか、ショールームだったりだとか、いろいろ貴重な話を聞いて、それを動画にしてお届けさせていただいたんですけど、今回は、ちょっと工場の視察じゃなくてブラバスデイズっていう、世界中のブラバスを販売している、ブラバスのパーツを販売している、会社だったりショップだったりを、一堂に集合させて、いろいろ催し物、あとはそのブラバスのコンプリートカーだったりだとか、その辺の展示なんかがあるんじゃないかなと、いかんせんその辺も行ったことが誰もないので、ちょっと内容未知数の部分はあるんですけれども、ちょっとそれ招待が来てますんで、今回それに行ってこいよっていう、そういう企画でございます。でそれに絡めて前回行ったんですけど、ちょっと時間の都合でちょっと撮れなかったところで、ブラバスのショールームっていうのがあるんですよ。でそれもブラバスの動画のオープニングのところでちょっとだけ映ってるんですけど、今回それちゃんと動画でお伝えしたいなと思ってますんで、動画撮ってこようと思ってます。ちょっと銀座とか表参道とか青山とか、そこまで言うとちょっと大げさなんですけど、イメージとしてあんな感じのちょっとその高級なブティックとかお店があるところにブラバスのショールームがあるんですよ。でちょっとそれを雰囲気だけでもお届けできるように、今回それを撮っていきたいと思っております。でそれに絡めて、ちょっと取引先をいくつか回っていきたいなと思っております。でちょっとその辺の話をすると、ちょっと前回カプリスト、これも動画になってるんですけども、今回もちょっと、スケジュール合いそうなんでと言ってこようと思ってます。で前回の動画ももし機会があれば皆さん見ていただきたいんですけど、とにかくすごいマフラー屋さんなんですよ。ただ完全僕知識がなかったのと、ちょっと撮影が未熟だったのでお伝えできてない気がします。なんで今回ちょっともう一回それをお届けしたいなと。あとは一応前回も言ってるんですけど、テックアート、はい、こちらが前回天候が悪かったんだよね確かね。デモカーもし乗れれば乗ったりとか、あとはあれから確か行った時が992が結構出てすぐぐらい、日本だとほとんど走ってない状態の時に行って、確かその後のオートサロンで一番最初の納車のお客様のコンプリートカーを制作させていただいてっていう段取りなんで、もうそれから2年経ってもう急にも納車もどんどん進んで、かなりメジャーな車種になってますんで、その辺のカスタマイズのパーツとか車とか多分たくさんあると思いますんで、その辺もしっかり取っていきたいなと思っております。あとその他にも前回行かなかった四駆関係のお店だったり、これちょっとワクワクが止まらないところがいくつか予定入ってるんで、ちょっと本当に今回見どころはちょっとトヨタか次第なんですけど、しっかり撮れればかなりあるんじゃないかなと勝手に思っております。であとは今回ちょっとその、旅の目的としてはブラバスのブラバスデイズなんですけど、僕らのその動画のコンセプト的には今こんな状況じゃないですか。でなかなか海外行けないじゃないですか。なんでできるだけドイツに行った気になれるというか、できるだけなんかその臨場感とか現場の空気だったりだとか、なんかちょっとそういうものをお伝えできるように、ちょっと車以外のものも結構取ってこようかななんて勝手に思っております。ただちょっと入出国いろいろ手続きが必要みたいなんで、もしかするともしかしてちょっと
やらかす可能性もないんで、ちょっとこれはね、出国してから公開しようよね。はい。というわけで、そんな感じで行っていきたいと思います。で、一応お知らせとしては、一応そのドイツ大体10日間ぐらい行くんですけど、その間、動画がストックあるものに関しては公開設定で、一応公開させていただきます。で、向こうでも一応編集だったりだとかアップロードできるような環境を整えて、今回ドイツに行こうと思ってますんで、ドイツの方でも、あんまりこう手の込んだ編集のものっていうのはちょっとアップできないかと思うんですけども、できるだけリアルタイムに向こうから、まあ、いろんなものがお伝えできるように、設備機材持ってってやろうかなと思ってますんで、ぜひちょっとその行ってる間、ストックが終わった後ちょっと動画の更新止まってしまうかもしれないんですけども、まあ、できる限り配信していこうと思いますので、ですごくローカルなところだったりとかも、お届けする予定ですので、ぜひ、チェックしてみてください。というわけで、ツッチーパフォーマンスからのお知らせでございました。なので動画の更新が止まってもちゃんとやってますので、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。